ケイタどう思う？うちの会社やっぱ買わなきゃダメだと思わないか？それはやっぱ買わないとまずいっすよね。でも近藤さんに先頭を走ってもらうとやっぱこの会社変わんないっすよ。ケンタ分かってるね。やっぱ俺が買えなきゃダメだろ。もちろんっす。そういえば、まあ、話変わっちゃうけど、お前この間山登り好きだって言ってたよな。山はいいよな。そうなって俺も山登り実はやるんだよ。本当ですか。あ、山登られるんですね。はあ、今日も近藤さん話長げ。どんだけ話すの。話変わっちゃったよ。まだ続くじゃん。でもそろそろあの時間だな。はい、ハイカです。はい、見つかった。よかった。心配してたんですよね。はい、はい、10時まで。はい、ちょっと待ってください。近藤さん、どうした？何かあったか？ちょっと週末カード落としちゃって、で今お店からちょうど電話かかってきて、見つかったらしいんですよ。でも10時までしか見されてないらしくて、今行かないとまずいんですよ。やばいじゃないか。もう警視庁早く行け。すいません、行け。失礼します。しゃ、帰れた。作戦成功。カードなんて落とすわけないでしょ。よし、今日は早く帰って映画でも見よう。